もう始まってる。日本撮りですからね、これ言って。変わってないですから。日本の日本撮りだ。こういうことだ。滑ってます。うん。GU に引き続き。引き続き来ましたね。はい。はい、コーデ対決チャレンジ。ユニクロ編で。ユニクロ編もあるのね。ありますよ。目白押しですよ。ライフウェアね。目白押しですよ。ライフウェアね。めずろ、めちゃくちゃダサい。LA みたいな。めっちゃダサい。連敗中ですよね。ユニクロさん取りに行こうと思ってもなかなかいいのがないんですよ、ね。あ、なかった。正直。あ、もう全くないねってなったの。でもこれ可能性もあるってことですか。ある。あ、全然あるですよ。この後の動画が続いたら素晴らしかったっていうこと。はい、ありますよってことですね。はい。はい、まあ行きます。とりあえず行ってみましょう。はい。はい。最近連敗中ですからね。どうだ、ユニクロ。久しぶりです。ユニクロさん。お久しぶりでございます。行けたのか。戻ってまいりました。ユニクロ行けたか。行った。私たち久しぶりに。自信ある。はい、これがライフエアだと。っていうこと、はい、いうところを見せつけたいと。見せつけたいです、はい。お願いしますよ。大丈夫ですか。寄り添いたいです。ちゃんとできてますか。はい。ライフに寄り添いたいっす。じゃあこれもじゃあ行こうか。完璧っす。はい。行きましょう。行きましょう。これも引き続き。上でしょ、はい、どうせまた。いやいや、また上です。また上なんで。はい。そうなんでしょ、はい、行きましょう。アップステアなんでしょ。ということで、はい。こうしたら静岡県なのかな。それだとなんか、秋田とか東北の方だよね。油断して水飲んでブラーって。勘弁してくださいよ。いや垂らしてないよ。ペットボトルの外側についてる水滴が、水車だと。そんなつく水滴。勘弁してくださいよ。まあ、前回のあの GU に引き続き、はい、GU に引き続き、今回はユニクロ1万円コーデ。はい。同じですよ、だから。流れはね。そう、ユニクロ。だって同じ日に撮ってんだもんな。同じ日に撮ってますから。同じ場所で。はい、もちろんです。いや、なんかこう、うちらのさ、違いもこう見たいからね。そうですね。その GU とユニクロの。うん、これはやっぱりライフウェア、生活に寄り添ったコーデをちょっと意識した。シンプル。シンプル。シンプルです。今度は往年の。往年のシンプルウェアです。はい。往年の。懐かしいです。はい。懐かしいね。はい。ショーン・スティッシュですね、はい、確かにショーン・スティッシュが J. クール来たらみたいな。あ、なるほど。あ、そんな感じです。そうですね。はいはいはい。僕、ユニクロ U なんですよ。あ、え、上も下も？はい。あ、ユニクロ U？ 実は。はい。最近、ユニクロ U さんって大きくコレクションとしてリリースはしなくなったよね。うん、多分。確かそういう大々的にはないよね。でも、まあ、これは定番でやってる、はい、過去の動画でも紹介はさせていただいているんですけど、はい、ああそうです。カラーは今季のカラー、はい、っていう感じで、秋冬ってことで、まあ一応まあバンカ系のね、はい、ピンクサイズ XL の1500円、はい、もうこれ変わらず、変わらずずっと1500円なんです。据え置きだ、据え置きです。素晴らしいですね、はい、パンツ、はい、ちょっと先にパンツをパンツ、はい、行かせていただきますけども、ね、新作でございまして、新作ですね、ワイドフィットチノです。チノですね。チノなんです。チノなんですね。はい、デニムっぽく見えるんでね、う
ウエスト79。79。はい。でございまして、コットン100ですね。コットン100。お値段が3990円。ちょっと。いや、見える。いや、もう全然。安いよね。ガトッケだから。めちゃくちゃ安いでしょ。めちゃくちゃ腰があって、めちゃくちゃしっかりしてる。すごい綺麗。パンツのそのラインは、まあ、ワイトフィット。ちょっと渡りとかラインはボリュームがある、うん、なんですけど若干テーパーが効いてるんで、うん、日本人のやっぱり方でもすごくこう履きやすいワイドになってるっていう形です、うん、正直太すぎるかなとか思ったんですけど割といや全然めちゃくちゃ綺麗だけどね綺麗だよね程よいワイドか素晴らしいラインですねスニーカーでもいけるし、まあ、僕、今 B さんですけど、うんうん、多分何でも革靴でもいけるし、何でも多分いけるちょうどに使いやすいね。うん。そんなにこう気を使わないっていう日常ですごくこう使える。うんまあ、そういった意味でもこうライフウェアなんじゃないかなっていう。はいはいはい、やっぱこれだけだと、やっぱりこうシンプルおじさんになっちゃうから。そうですね。はい。だまあ、アクセントに、やっぱちょっとこういう遊び心のあるサングラス持ってくるだけで、グッとこうやっぱシャレこけるのかな。一気にシャレこけていくもんね。はい。オーバルキャットサングラスでございまして。オーバルキャット、ね。はい。オーバルとキャット掛け合わせたってんだろもう。ブラックとかもあるんですけど、ね、遊び心。この色味と合わせて、ねはい。色味と合わせて、はい。はい。このカラーで。1990円。1990円、1500円、3990円ですね。そうですね。はい、トータルで言ったら。7000円ね、500円切ってるぐらいじゃないかな。はい。はい、ぐらい。ぐらいの感じですね。ちゃんと1万円切る。1万円も余裕で切ります。余裕で切ります。余裕できてますよね。はい、どっちのなんか素材感もね、ガシッと、ね、重たくてね、うん、そうなんですよ、ね、ちょっと色どっちもフェードしててね、はいはい、この焼けた肌にすごくいいかなっていう、うん、やっぱり肌の色もコーディネートの一つとメモらしいねそれで挑むしかないから我々は焼けてない方もすごい素敵に着れるようなカラーですよね、はい、もっとこう、はい、クリーンっていうかね、そうですね、はい、清潔感あって着れそうです ね、そういう方はね、はい、じゃあジュンストゥーシーはジュンストゥーシーどうもジュンストゥーシーです結構グーッと舐めてもらう見ての通りだ定番文句しようと思ってんだけど見ての通りでしょって目に入ったものビビビと来たものを素直にチョイスしてったらこうなりましたっていうことですね、うん、まあ裏でこういうそういうテーマがありながら等身大ですライフウェアライフウェア上からいいですかブロードのチェックシャツブロードはいボタンダウンですねちょっとカラーも結構腰があるいいでしょ、うん、これすごい確認するでしょ、うん、ねで黒と黄色とグリーンの、ねはい、好きそうなカラーですよね壁カラーです2990円私で XL なんです XL なるほど、まあ、L もねしっかりのねジャストで肩もセットに綺麗に切れたんだけどジュンさんもう一個上とかでもそうあでもね、うん、XL でまあ十分かなこれインラインですかインラインより普通に意外最初ねボディが来てボディさんが来てて何それちょっと尋ねたらボディさんあちらの平台で開いてきて来てみようでこれがねピンと来て来たチャレンジしてみましたT シャツ定番なんだけどエアリズムコットン T シャツあエアリズム、ね、名作中の名作ですもんねと、はい、されてるでしょ、はい、あなたの定番の T シャツにいかがみたいな CM、はい、やってるじゃん、はい、そうですねどうなんだと、はい、素晴らしい素晴らしいこれはこれで素晴らしいこれはこれですよね、はい、鍵はサイズコントロールはいそういうことです、ね、ああなるほどね、はい、1枚だったら XL ですけどシャツのインナーなんで L でいやもうインナー使い用としてってことですね、決め打ちで買ったんですけど、はい、L サイズでバッチリ素晴らしいのレイヤリングの着丈肩のですね、うん、が L にして合わせてるってことですね、はい、ちょっと違うんですね、はいはい、でパンツパンツ、はい、これもちょっといいパンツこれなんかもうたよ、ね、ベーシック中のベーシックスちょっとピーチっぽい感じのそう、ね、ちょっと起毛した感じのね古着っぽい知能ショーツリラックスフィットっていうね古着っぽいよね、ね、うん2900円。ポロショーツって。ね、ポロショーツって感じ。はい、もうまさに。2990円。おー。L サイズで。L?L。XL もありだったんですけど、はい。まあ、ちょっとやっぱこっちは大人に振りたかったんで、はいはいはい、まあ L の渡りでも十分かな。L サイズ。ウエストはね、少し浮いてるんだけど、ループもありますが、もちろんコードもございますんで、ね、ノーベルトでも履いていただけます。はい、でね、ネイビー。ポイントです。ブラックじゃないんですよ。ああ、ネイビー。ネイビー。ネイビーさんで、ね、オツでしょ大人でしょオツですね。大人っすね。ネイビーさんですね。はい。
で、ソックス。ソックス。スーピマコットン。スーピマコットンのソックス。スーピマコットンのソックスを合わせて、抜かりなくと。品のいい感じのリブソックスを合わせて。すごい品ありますね。はい。これまだこう等身大で着れるんじゃないですか。まだ13って感じ。ね、うん。まあ、お互いやっぱ出んのよ。出るね。出ますね。はい。もう、はい、ちゃんと出ますね。はい。ほんといいです。トータルもだから、またそんなに痛いでしょ。8000もいったんじゃない。これいってないです。8000切ってます。7900円ぐらいです。ね、ぐらいだよね。じゃあもうほぼ変わらない。変わらないね、ニアだね。でもやっぱ GU さんよりはちょっとだけやっぱ上がる。ちょい高いですよ、まあ、言ってこれで8000円お互い切ってますから、まあすね、1万円どころか。はい。前回のその GU さんの感じよりも、こっちはちょっと落ち着いてる。ああ、そうだね。大人ないね。そのなんかアイテムが落ち着いてるって感じ。そうだね。なんかコーデが落ち着いてるとかっていうわけじゃなくて、うん、アイテム自体がやっぱり落ち着いてるし、うんうん、生地がいいわ。お互いいいね。なんかそうやっぱしっかりしてるって感じ、うん。アイテムに合った生地をちゃんと使ってる感じ。まあそうですよね。その限られた中じゃん、はい、きっとやっぱ値段的にも、うんうん、素晴らしいよね。素晴らしいです。またこれも各々使えるしね。やっぱりそうそうそう。いやそうですね。合わせて。ね、はい。ね。でも全然使えますし。はい、久々に結構なんか痺れたな。ね。ユニクロさんね。よかったね。うん。最近本当ハマってなかったけど。ちょっと参考にしていただけるんじゃないかなと、ね、そうですね、きっと、ね、いろんなもの、はい、前回の GU 編と並んでね、はい、ユニクロ編と、はいうん、これはちょっと贅沢な1週間になったんじゃないですか。確かに確かに、はい、我が社のブランドはちょっと今お休みしてますので、ね、はい、まあ、この辺のやっぱりこう皆さんの生活に馴染んでる、ね、はい、これはいいぞっていうものは今後も積極的に動画にさせていただきたいなというふうに思いますので、チェックしていただければ、はい、ご参考になりました、はい、よろしくお願いいたします。ということで、はい、今回はですねユニクロ1万円コーデ、はい、ご紹介させていただきました、はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。この動画が面白いと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録忘れずによろしくお願いします。よろしくお願いします。それではセンスがあれば何でもできるよ。ライフウェア流行らせてください。やらないか。